寒い中今日はお集まりいただきありがとうございました。ただいまよりですね、松塚俊三先生 の最終講義を行いたいと思います。私は西予市の森です。で松塚先生はですね、1987年に福岡大学人文学部歴史学科に赴任されました。この年に実は歴史学科が創設をされてですね、創設と同時に移ってこられたんですが、以降30年間にわたってですね、歴史学科で教鞭を取って来られました。で今日も OB の方がたくさん見えててですね、この30年の月日をとても感じさせるんですけれども、この間も本当に歴史学科を支えてこられたわけですね。もちろんそれだけじゃなくて、今日いろんな地域のいろんな歴史研究者の方やいろんな方来られてますけれども、地域の学会、さらには日本の西洋史研究をリードされてですね、実に多くの面でご活躍をなされました。先生 の授業は副大の中でも学生の人気がとっても高くてですね、本当に副大の名物講義だったんですね。例えば近年は欧米各国史という授業で日本の思想史を教えるというですね、アバンギャルドの試みもされていてですね、とにかく先生が今面白いと思ったことをダイレクトに学生に伝えるという授業をやっていたというふうに期待しています。私個人のことを言うと、今から17年くらい前に名古屋大学で先生の集中講義を聞いてですね、なんだろうみたいな、すごいなというふうに思った思い出があります。でその先生の最後のお話ということで、今日はとても楽しみにしております。ではよろしくお願いします。もう懐かしい顔がいっぱいあって、このまま宴会やったらいいんじゃないかという感じですね。積もる話もいっぱいあるんじゃないかって思います。そういうわけもいけませんので、講義を行います。最後の講義です。でまずレジュメすごく長いですよね。ちょっともう一開きをさせていただきますけども、最近 の学生さんにとってはこういうものを配られるとほとんど迷惑ですよね。あるいはもういじめに近いものがあるんですけども、こういうスタイルで私講義をしてきましたので、そのまま通したい、かなり古典的なスタイルです。で、今日はですね、最終講義のための特別な用意した講義ではないんですね。日頃こういうレジュメを配って講義をしているわけです。で前期はですね、前期だけだいたい100枚、この A3 がですね、全部私の文章です。ただ普段はね、もう少し学生さんのために図版を入れているんですよね。今日はたまたまですね、図版なしと、活字ばっかりということです。で1年の通年ものになりますと、例えば西洋史概説とかですね、そういうものになると200枚ぐらい。で今日のレジュメもですね、訳文も含めて全部私の文章です。 100% 純度 100% の私の文章です。こういう文章にするのはですね、良し悪しがあって、いい点はできるだけ正確にですね、伝えるということで、あります。それで少し面倒ですけれども、お付き合い願えたらと思います。今日の話はちょっと人の人物が多いのでイギリス史に馴染みのない方にはちょっと辛いかもしれませんが、少しずつ解説を加えながら簡潔にですね、で少し長いので適当に飛ばしながらお話をしたいと思います。テーマについてですけれども私の研究っていうのは、イギリス近代なんですね。で初期の研究は近代の急進主義、ラディカリズムの研究です。あるいは地域史であるとか都市史であるとか民衆の文化であるとか教育史であるとか識字と読書の社会史であるとか、あるいは労働者階級と性セックスの問題ですね。いろいろやってきて、どれも中途半端ですね。でいろいろテーマを扱ってきましたけども、全体に共通しているのは、下からの歴史ですね。民衆の歴史、民衆への関心っていうのはなぜか知らないけど、私の場合は、今日まで非常に強いわけです。で私が研究らしきものを始めたのはですね、一冊の本があります。
40年近く、まあ、こういうことに関わっていると時々とんでもない分厚い本に出会うことがあるんですよね。これですね、The Making of the English Working Class というね、これは1963年に出て、このペリカン版はですね、1968年ですね、ちょうど学生紛争の一番きつい時です。その時にこれをまあ、900ページなんですけど、これが修士論文のネタ本になったわけです。で、労働者階級の形成っていう問題から研究らしきものを始めましたので、まあ、最後もですね、そういう労働者階級の問題、まあ、階級なんて言葉自体非常に難しくて今時使いにくいんですけども、まあ、そのまま使っていこうと思います。で、だから最後もですね分厚い本の中心にお話をいたします。で、最後もだから労働者階級の問題で、閉じたいと、まあ、閉じるちょっとあれだな。で、今日取り上げますのはですね、こういう本なんですね。そのレジュメにも書いてありますが、ジョナサン・ローズという人の The Intellectual Life of the British Working Classes という、こういうね、これを扱いたいと思います。で、まあ、時代背景を簡単に言っておきますとですね、まあ、19世紀から第二次大戦くらいまでの時代です。で、この時期は、まあ、識字率が飛躍的に今向上し、19世紀末には、まあ、全ての国民に中等教育をっていう、そういうスローガンが掲げられる時代です。ただ労働者階級にとってこうより高度な知識、大学っていうのは依然として、まあ、遠い時代ですね。で、イギリスにとっても、まあ、日本でも似たところあるんですが、大学の大衆化ってやっぱり1960年代以降の話ですから、まあ、そういう時代背景を少し踏まえてもらうといいのかなというふうに思います。で、今日はですね、何を労働者っていうのは何をどのように学んだか、独学あるいは独学者の文化っていうことです。で、これ自体は私自身の研究としては13、4年前ですね、この本が出た時に読み始めましたから13、4年前の話ですし、すでに一部はもう現行になっております。だからそう新しい話ではないんですが、労働者階級の歴史から歴史研究を始めましたので、最後もそれで、まあ、締めくくりたいということであります。それが私の、まあ、一つの特徴かと思います。なぜかっていう話は、研究を振り返る話はですね、この3月の末に、まあ、大阪大学で私の研究について少し話す機会がありますので、まあ、そちらに譲りたいというふうに思います。で、今日の中心テーマは学ぶということに歴史性があるということですね。歴史的な特徴があるということです。昔は良かったというような言い方はですね、一切しません。むしろですね、過去は現在とですね、いかに違ったかということですね、そのことをきちんと認識する必要があるというふうに思うわけです。で、主題は独学者の文化で、その19世紀から第二次大戦にかけてですね、非常にイギリスというのはある個性的な独学者の文化を、まあ、経験したと思います。で、ここでいう独学というのはですね、自学自習ですね、や職業やキャリアのための知識の習得、何かに役に立つとそういう知識の習得に限定されたものではありませんで、自らの知的精神的独立を目指す文化カルチャーだというふうに言っていいと思います。自分の精神世界というものを、まあ、耕すという意味ですね。そういうカルチャーです。あるいは生き方の問題ですね、と言ってもいい、生きる態度と言ってもいいと思います。で、労働者っていうのはそのために、まあ、連携し、個別利害を超える、まあ、普遍的な文化の在り方を、まあ、模索し続けたわけです。ただ普遍的な文化って言いましてもですね、やっぱりこの少し説明がいるわけで、我々が考えるような意味とはだいぶ違うわけですね。例えば19世紀の普遍的な文化、まあ、コモンカルチャーでいいんですけども、じゃあ女性や移民だとかですね、マイノリティだとか植民地だとか、あるいは
イングランドナショナリズムですね、そういうもの、あるいはウェールズやアイルランドなんていうものが深く認識されていたのかっていうと必ずしもそうではない。で、普遍的な文化っていう場合は19世紀っていうのは依然として身分階級の差が非常に激しいわけですね。あるいは凄まじい宗派対立もあるわけで、そういうその個別利害をどのように超えていくのかということだろうと思うんですね。だから、まあ、最後にも言いますけれども、個人であるとか自由であるとか普遍的な文化って言ってもですね、それは全て歴史に返さないとですね、その時代に返さないと正確な意味はわからないのですね。そういうことももう配慮したいと思います。で、今日の話の中では面倒くさいことは全部もう省きます。研究誌だとか文献だとかですね、そういうのは一切省略して、先ほど言いましたこの本を中心に、まあ、お話をしたいと思います。で、イギリスの労働者階級の自伝ですね、自叙伝については今日どれくらい確認されているかというと、未刊行資料を含めて2000点あるいは2400点ぐらいでしょうかね。かなりはもうマイクロフィルム化されているわけです。で、最近では3巻本のですね、その2400点のその自伝をですねリスト化し、そして簡単な注釈を加えたものももうすでに3巻本で出されているわけです。で、今日取り上げる一冊の書物というのは、このジョナサン・ローズの研究というのはですね、これら2000点を超す電気資料の大半を読んでですね完成した大著なんですね。注の数がですね1700あるんですね。1700の注の数というのは、まあ、相当数ですね自伝を読み込んでいるということです。で、こういうことはですね日本人ではさすがにできないんですよね。西洋史研究っていうのはやっぱりそういう紹介するという機能を避けて通ることができないし、また必要なことであるというふうに思っております。それからここで扱う労働者っていうのは知的な労働者ですが、これも絶対的な基準なんかあるわけではなくて、まあ適当なものです。全部ではないということですね。だけど労働者っていうのはどのような環境にあろうともですね、やはり自分の知的世界っていうものを開拓してきたということだけはですねちゃんとまあ伝えたい。環境や制度の問題ではないということですね。そのことは言いたいというふうに思います。で、自伝研究という言葉を使います。最近の歴史学はエゴドキュメントと言いますけども、まあ、それはそれでいいんですが、自伝研究という伝統もありますのでね、まあ、それに従っていきたいと。で、さて、この人間が自由にこの解釈し創造的にこうものを考えるって伝統はどこから来るんだろうかと考えますとですね、実は聖書なんですね。聖書だと思う。聖書なんて勝手に理解されて一番困るものが実は一番勝手に理解されていたと思いますね。聖書を読まれた方は分かると思いますが、聖書の最後っていうのはですね黙示録ですね、もう本当に分からないですね。平等なですね永遠の生命を与えられた至福千年をですね考えている、もう本当にどのような角度からどのように解釈してもですね構わないわけです。だから勝手に読まれたら困るものがですね、実は一番こう、自由にですね読まれてきたという歴史はあると思います。で、時の支配者は時々そういう聖書の印刷をですね抑えることもあるんですけれども、聖書が印刷されて普及すればするほどですね、自由な解釈が広がり、ついには戦争と革命に至ったということですね。聖書っていうのは専制政治や経済的不平等に反対する者たちの拠り所となったわけです。19世紀の労働組合運動指導者っていうのは演説の最後をですね、文学作品のある章句であるとか聖書の章句で締めくくる人たち多いわけです。今日もそういう話を少ししますけども、そして、今日にその後ですね、こういう伝統が引き継がれたように思うわけです。で、19世紀に入って注目すべきはですね、労働者階級にとって、文学作品ですね。今日は文学の話を強調いたします。偉大な文学作品の中に自らの生き方と結びついた自由な解釈、知的独立をですね見出したと思います。例えば、まあ、今日ちょっと多いのはですね、メソディストという宗派に属してきた人の自伝の紹介がちょっと多いわけですが、
宗派っていうのは宗派にもよりますけれども教義ドグマですね、あるいは組織的な規律が非常に強いわけで、この時代の自由っていうことを考えるときにそういう宗派のですねきつい縛りですね、そういうものから の知的独立というものが大きな意味を持ったと思います。で右側にですね一つの例を出します。話し方早いでしょうか、これくらいでよろしいですかね。でこのメソディスト、これプロテスタントの一宗派です。で、あまりお聞きにならない、聞いたことないという方は見えるかもしれませんが、九州でもこのメソディストが作った大学というのはあります。長崎活水とかですね、それから、福岡女学院、広島女学院、青山学院、これはメソディストが作ったものです。西南学院はバプチストですけれども、こういう厳格な禁欲的な生活の方法メソッドからですねメソディストと、まあ、あだ名された宗派ですよね。かなり縛りが強いわけです。そういう宗派に属していたジョセフ・バーカーという人、1806年の生まれなんですけれども、この人の自伝の中に、次のような文章が出てくるわけですね。この人はシェイクスピアに感銘を受けてですね、次のように述べています。途中からですが、理性的で平明な感動を呼び起こす率直なものを読んでも全く喜びを感じなくなったのだ。ミルトン、ホプス、ロックス、ニュートン、その他シェイクスピアですね、そういうものを読むことは私に自由でなければならないことを決意させた。人間の精神は人為的な権威によって、あるいは教義によって拘束され足かせをはめられている限り、精神が生み出されたその本来の目的に応えることはできない。これ全て私の役です。もし私が神に対して、そして私自身の精神に対して忠実であろうとするならば、私は人間が作ったあらゆる教義法から我が身を解き放ち、完全にして何の制約もない自由の中に生きなければならない。もうかなり強烈なユートピアですね、千年王国論的な発想が根底にもあるように思いますけどもね。あるいはもう少しその同じ宗派の中で民衆に近いプリミティブメソジスト、これも一度研究しようとしてそのままほったらかしてあるものなんですが、の一員であったチャーチストの指導者にトマス・クーパーという人がいます。これはまあ独学の人として知られる人で、あらゆる機会を通じて、あらゆる人間関係を通じてですね学んだ人なんです。やっぱりこの人もシェイクスピアであるとかスイフトであるとかディケンズなんかの文学作品を読みふけたわけですね。で次のように言ってるわけですね。人間の精神に何がしかのことを教える小説の力、人間の精神に働きかけるその魅力の源は、一定の範囲にしか働かない政治的、功利主義的な、あるいは科学的な計算によっては説明されえない。その魅力の秘密はおそらく小説が人間の持つ全ての力に働きかけるという事実にあるだろう。これはですね、文部科学省日本のね、ちょっと聞かせた方がいいと、人文学のイランとかね言ってるわけですよ。哲学と文学を中心に形成されていた人文学っていうのは絶対的に重要なものなんですね。そのことは強調、過去に遡るほどですね、労働者ですらそう言ってるわけですよね。この辺に普遍性があるわけです。で、この時代非常に大きな影響を与えた文学というのはロマン主義文学です。これはもうはっきりしているわけですね。例えば、まあ、ウォルター・スコットのロマン主義的作品、これは皆さんの承知のですね、ロビン・ウッドの物語、アイバンホーなんですよね。でこの作品は、まあ、ウォルター・スコットっていうロマン主義のこの作家はですね、中世を理想化するそういう人です。まさにこう愛と冒険の物語を、中世をですね背景にして、まあ、描いているわけですよね。でこのロビン・フッドを描いたアイバンホーという作品は、反工業主義という意味でですね、イギリス的社会主義の精神的基盤を形成した。ここまで言い切るかどうかちょっと難しいんですが、そういう部分はあると思うわけですね。で資本主義っていうのはもうイギリスは古国でなんですが、牧歌的な農村社会に突如としてこう出現するっていう、しかもむき出しの利潤追求が起こる、そういうことに対する、まあ、道徳的批判をですね展開した
文学であるわけです。まあ、まとめて言うと、ロマン主義文学は19世紀の功利主義、物質主義、機械文明を時代の道徳的危機として捉えたわけです。社会の偽善を暴く、そういう文学の中にですね、現実社会への資本主義への批判的精神を読み取る、あるいは重ね合わせるということですね。もう書かれている内容以上にですね、文体、言葉の持つ力ですね、精神が非常に重要だったと思うわけです。あれこれの役に立つ知識ではなくて、真心であるとか誠実さであるとか正直であるとか公平、無私、英知、真、善、美、そういうものの持つ力ですね。で、例えばイギリス共産党の創設者の一人であったイギリス共産党というのはウェールズを中心に、まあ、1万2000人ぐらいの党員になるんですけども、ジャクソンという人はアイバン法について次のように述べているわけですね。で、もう作ってください、次のページ行ってください。この作品を通してこのイギリス共産党創設者はですね、最後にこう言っている。アイバン法は一時私を社会主義から遠ざけたけれども、今やその確信に向かって私をまっすぐに導いている。ちょっと喉枯れるな。あんまり気負わないでやんないとね。いや、面白い調査があって、1906年、まあ、これは労働党が進出する時代なんですが、労働党の下院議員であった45人の調査があります。どんな作家作品がですね、あなたに影響を与えましたかっていう、これ応用から順番に並べているわけですね。ジョン・ラスキンというのはですね、芸術美術の評論家です。の評論家でして、まあ、風景画のターナーの賛美者として知られる人ですね。チャールズ・ディケンズは皆さん有名な、ご存知のクリスマスカロルであるとか、ね、オリバー・ツイストで知られる小説家、イギリスを代表する19世紀の小説家。3番目は聖書なんですね。それから、4番目にですね、トーマス・カーライル、これは後で言いますが、それからウォルター・スコット、先ほど言ったアイバンをですね、それから19世紀の自由主義的な知識人のもう代表的な一人であるジョン・スチュアート・ミルですね。そしてウィリアム・シェイクスピアが来て、ロバート・バーンズ、これはスコットランドの詩人なんですね。それからジョン・バニアンって、これは世界史の受験でも出てきまいります。天路歴帝っていうピューリタン文学の最高傑作と言われる。イギリスでもこれほど読まれた本はないと思いますけど。チャールズ・キングズレー、これは小説家、キリスト教社会主義者ですね。そしてその後にですね、ウェブ、フェビアン教会ですね、労働党の前身の一つですけれども、シドニー&バーバラ・ウェブ、それと国富論のアダム・スミス、とか急進主義者のウィリアム・コベットが来る。労働党であればですね、この辺がもっと先頭に来ていいはずなんですね。ウェブであるとか、アダム・スミスであるとか、コベットであるとかですね、そうではない。しかもこの20世紀になってですね、マルクス主義者一人見ないですね。この辺ですよね。で、そういう、まあ、ロマン主義的な作家や詩人がから影響を受けているという、その一人トマス・カーライルという人の作品はどのように呼ばれたんだろうか。で、トマス・カーライルというのは戦前から日本でも研究があります。一部はですね、翻訳されています。岩波新書の中、岩波文庫ですね、英雄崇拝とか衣装哲学なんて、とんでもない読めない役の文庫があるんですけども、あとフランス革命史とかチャーチズムなんて書いた人です。で、この人はですね、歴史を動かすのは民衆だなんて全く考えてない人なんですね。そうじゃなくて、英雄がですね、歴史を動かす。ところがこの人の作品っていうのは民衆を臨場感あふれる筆致で描いているわけ、生き生きと同情的に描いているわけですね。フランス革命史もそうですし、ここでは挙げていません、チャーチズムという書物もそうなんですね。支配階級の道徳的堕落ですね、そういうものを批判し民衆に同情を示しているものなんです。
でこういうふうに読まれます。その一人はですね、独立労働党、労働党の前身でもあるんですが、初代党首であったケア・ハーディーですね。この人は16、7歳の時にカーライルの衣装哲学っていう、ちょっと衣服哲学と訳したりもしますが、奇妙な本があります。肉体神羅万象はですね、仮の衣服に過ぎず、物事の根底本質をなすのは魂、心霊、純粋さ、誠実さといった精神である。もうプラトンのイデア論みたいなですね、そういうことを言うわけですね。で問題はそれを直感する人間が歴史を動かす英雄である。ちょっと矛盾したところあるわけですね。で英雄って誰のことっていうと、歴史を動かす英雄ってダンテ、シェイクスピアで、クロメールがいて、ナポレオンがいて、スコットランドの宗教科学者であるノックスがいて、マホメットも入ってないですかね、イスラム。非常に奇妙な本なんですよね。でこういう本をですね、このケア・ハーディという人はどういうふうに読んでるんだろうかということですね。で、50年後にハーディはカーライルの欠陥をより一層明確に自覚できるようになるとともに、依然として称賛すべきものが多いことにも気づいた。で先ほど言ったカーライルの作品英雄崇拝、これは岩波文庫にあります。カーライルという人はですね、戦前から研究されてるんですね。日本で文学者は研究しているわけです。もう一見ファシストを連想させるものがあるんですが、事実ですね、ドイツでですね、非常に微妙な時期、1926年から32年にかけて30万本売れた本なんですよ。ここからハーディはプロレタリアの英雄が果たすべき役割を読み取っただろうと、おそらくは自分と重ね合わせたんではないか。でロマン主義文学っていうのは、そういうごまかしや偽善を憎むですね、そういう心、そういうものを伝える。でグラスゴーのパン屋の娘であったヘレン・クローフォードっていうのは、この人はですね、婦人参政権運動を経て共産党の中央執行になる人なんですが、獄中で、女性参政権を獲得を目指して獄中でハンガーストライキをやったことでも知られるパン屋の娘さんなんですよね。この人がその自分はこう政治的に目覚めるのはカーライルの作品に出会ったことだっていうふうに述べている。どこをどう読んでるかっていうことですよね。生き生きと民衆に同情を示す、そういうまあ部分だったんだろうというふうに思います。ここでもう一度まとめると、ロマン主義文学というのは、これはあの教科書的ですけれども、フランス革命に象徴される啓蒙主義、科学、理性主義に対する反動、反発として19世紀後半というか末からですね、19世紀の前半にかけて盛んになった文学哲学思想運動なんですね。こういうものがその時代の功利主義、機械文明、物質主義、営利主義、要するに資本主義ですね、そういうものに対する批判の根拠になり、当時、野蛮というかね、彼らにとって野蛮であった地主貴族に対して真善美、純粋さ、誠実さを掲げた、そういう時代精神の時代批判の精神であったということであるわけです。でこの時代の学びの歴史性を考えていく時にですね、当然あの今と違っていろいろな困難にも遭遇いたします。非常に面白いのはですね、フランシス・プレイスという仕立て屋の、これ急進主義者なんですが、の経験なんですね。このフランシス・プレイスという人は歴史学にとっても非常に大事な人で、この時代の急進主義に関するありとあらゆるビラとパンフレットを集めた人なんですね。これはもうすでに30リールで、残っております。私名古屋大学の助手をやった時に30リール買った覚えがあるんです。間違いなくあります。これ今でも大事なものです。で次のように言ってるわけですね。1000冊の蔵書を持っているこの知的な労働者はですね、仕立て屋ですから客が生意気だということで、まあ離れていってしまうわけですね。途中ちょっと太字になっていますが、私が本好きな人間であり他の多くの本好きな人間と知己であることを知ったときには、しばしば同様のことが生じた。つまり客を引き上げさせたんですね。仕立て屋のくせにですね、蔵書を持ってるってね。もし彼らが私が本を読んだこともなく仕事以外のことについて何も知らず居酒屋に入り浸る人間であったら、彼らは私を妨害するようなことは決してしなかっただろう。
私は彼らの目下にいるべきであり、そうであれば彼らは私に目をかけ庇護したであろう。蔵書を持ち、その中身を承知していると思われることも、知識を持つ者たちの中に友人を求めることも、自分を彼らと同列に置くことであり、それは仕立て屋にとってたとえ犯罪でないにせよ罰せられるべき罪であった。私がかなりの蔵書を持ち、余暇を読書に費やしていることが知れ渡ったために、数年のうちに客は半分に減ってしまった。こういうことを言っております。あるいはまたメソジストが出てきますが、そのやはりその文学作品に親しむようになった。そこでまあ教会の指導者から呼びつけられてですね、教会当局が考える大事な本以外のものを読むべきではないと察され、次のページいきます、ナンバー3ですね、厳しくまあ命じられたわけです。で、我々が認める以外の本を直ちに無条件で放棄しないなら、あなたは永久に道を誤るであろう。この宣告に私は一瞬立ち尽くし、泣き出してしまった。鉄の命令が心に突き刺さり、長い葛藤の末に私はこんな重大な問題について、自由な思考を規制する全ての組織と縁を切ろうと思ったということを言っている。まあ、ここまではあの知的独立といいますか、個人の努力ですね、そういうことを言いましたけれども、この時代の学びの歴史性、歴史的特徴を一番示すのは、そういうあの一人一人が必死になって困難な条件と格闘しながら学んでいく、そういうものだからこそですね、彼らは連帯をするということですね。人は主体的に学ぼうとすればするほどですね、他人の助力を請うということだと思います。まあ、学問的にはいろいろ議論はあるんですけども、そういう話は省きます。で、まあ、本が高いしですね、大体本っていうのは私物化すべきも個人の所有のものであってはならないっていうふうに今この時代は考えているわけです。だから数少ないですね、高い本をですね、回し読んだり誰かを読み聞かせたり、そういう相互向上協会とか図書館ですね、読書クラブのが発展します。実は図書館っていうのはですね、下から起こってくるわけですよ。ものすごい勢いで起こってくるんですね。それを放置すると困るわけです。勝手な方向に、知的な世界を羽を伸ばしますから、これは了承選書ですね、文部省選定推薦図書みたいな、上から網をかぶせるのが公立図書館なんです。19世紀の半ばに成立してくるものなわけです。で、大事なことはですね、こういう自分たちで相互に協力して学び合う、そういう環境を整える図書館、読書クラブ、相互向上協会っていうのはですね、生活面における相互扶助組織ですね、 UI 会、フレンドリーソサエティと分かち難く結びついているということが大事です。だから生活レベルの相互扶助と学ぶ上の相互扶助がですね、一体化しているわけですね。この辺にも歴史性を感じます。で、下から図書館運動とか知的な運動っていうのは、当然ですね、先ほど述べたように小説フィクションを排除しないわけです。ところがこの時代のですね、上から民衆労働者を啓蒙するような諸組織というのは、政治と宗教と、とても大事なことは、フィクション、小説をですね、排除してきているわけですよ。そういう関係にあるというふうに考えてもらうといいのではないか。で、彼らがいかにこうライブラリー、図書館をですね、図書館行ったってもう本箱を、ない人のレジュメ来ます、まっすずりしましたので取ってください。よろしいですか。それじゃあ続けます。で、労働者のライブラリーとか読書会についてのいろいろな経験についてはそこにまあ書いた通りです。非常に意気込みが高いわけですね。帝国議会に出席する議員以上の誇りを持って、我々は土曜の夜の集会に出かけたっていうですね、まるでその日の議論に国民の運命がかかっているような非常に大行なんですね。高揚した気分が伝わってくるものであるわけです。あるいはですね、もう少し話を先行きますが、ナンバー3の右側に行きますが、
大丈夫ですね、30分ですね。総合工場協会に参加した労働者っていうのは、例えばサメルスマイルの自助論、セルフヘルプ、これは日本でもかなり売れた本なんですけども、どういうふうに理解したかというと、そんな個人の成功の物語とだけ読んでいるわけではありません。でこれは総合扶助をそのために努力した人間も取り上げているではないか、ね、だからワットだとかスティーブンスンなんかの発明家や成功した資本家だけではなくて、サミュエル・バンフォードとかウィリアム・ラベット、それから先ほど述べたトマス・クーパーらのチャーチストも自助論のモデルとしているんだ、そういうことに注目しています。あるいはこういうものを読んだ一人にですね、そういう読み方をした人一人に、社会主義、イギリス最大の社会主義入門書といいますか、200万部売れたメリー・イングランドという本があるんですが、それもその一人ですね、独立独行の人間と同時に人間の共同を一層促進することを望んでいたという解釈をですね、しています。このメリー・イングランドというのはですね、額に汗して日々働く者の誠実さこそがですね、社会主義の真髄であるという、まあ、イギリスではレイバーリズム、労働主義という、まあ、これは労働党に引き継がれる、まあ、今日の労働党はその辺はもう曖昧で分かりませんけども、そういうものであるわけです。で個人的な読書というのはですね、利己的なんだというね、アンソーシャルでアンフレンドリーでアンネイバリーだということを言っている、そういう、要するに声を出して読み聞かせるということがですね、はい、大丈夫です、本の読み方であったわけです。でこうして読み聞かせればですね、女性たちもあるいは識字能力のない者たちも耳を通じて印刷物の世界に接することができたわけです。で一人の女性の自伝の中にちょっと面白い話があってですね、アリス・フォーリーという、まあ、19世紀末なんですが、ちょっと初期を忘れちゃったんですが、この本をですね、子どもたちが黙って読む、黙読することに自分が侮辱されたと感じたんですね。で、何て言ったかというと、ここはろう者の学校じゃない、まあ、当時の言葉をそのまま使いますと叫んだ。彼女は文字を返することができずですね、黙読は彼女を本から遠ざけることだったんですね。で娘のアリスが不思議の国のアリスを読み聞かせた時はまるで態度が違った。驚くことに母は喜び勇んで、まるでウサギが穴から飛び出すかのように皆の輪に加わった。以来私は母親のお気に入りの読み手となり、毎日学校から帰ってくるたびに彼女は私をなだめすかすかのように、さあ今日はどこからかなと言った。で、まあ、学びの特徴というか歴史的な特徴をさらに話を進めていきますが、事実とフィクションの区別ができなかったということもですね、これこの時代の特徴なんですね。まあ、我々にとってはですね、はっきり区別がつくんでしょうけども、なぜなのかなっていう、まあ、聖書聖典を帰依するように読んできたっていう、まあ伝統もあろうかと思いますね。で、こういう話は日本でもあるんですが、例えばですね、演劇ですね、フィクションなんですが、場合にこういう例があります。舞台でですね、悪官を演じる役者と、これも舞台の上ですが、警察官が舞台の上でですよ、両方とも役者です、口論になった際、観客も加わって大騒ぎとなり、本物の警官が劇場に介入した結果、劇そのものが中断された、こういう例もある。あるいは主人公がですね、毒を盛られるような場面ではですね、客席から気をつけろとか飲むなという声が聞こえてセリフが書き消されたとかですね、これ日本でも昔は映画館というのは拍手したり叫んだり結構やかましかったんじゃないですかね。初期の図書館もですね、声を出して呼ぶ人間結構多くてやかましかったっていうと言われていますから。で労働者がそのフィクションというものを一つの、まあ、虚構として、表現の方法としてはっきり自覚して利用するようになるときに変化が、まあ、生じるということです。で夏目漱石のですね、
まあ、最近葬式ブームですけども、何度も何度も葬式ブームあるんですけども、また岩波が全集出しようって、もう上手な商売の仕方しようって、もうなんか新発見とかなんか付け加えてですね、あの葬式の全集の中にロンドン滞在中の日記があって、いや面白い話してるわけですよ。下宿だったかなのじいさんと一緒にロビンソン・クルーソーの演劇を見に行った時に、そのじいさんが漱石に向かって、これは本当にあったことかどうかと聞くんですよね。そしたら漱石は、なんだイギリス人のくせにそんなことも知らないのかってですね、フィクションに決まってるだろうみたいな、そういう反応した部分が日記の中に出てきます。で、じゃ あのこれはフィクションであって、それをその読み替え、アナロジーとしてですね、読み替えるという、例えばバニアンですね、これはあのピューリタン文学の最高傑作で、この破滅の町から天の都に至る魂の遍歴なんですが、これは文庫本で上下岩波で出ております。この出だしがもうピューリタン的ですね。この滅びの町をですね去ろうとした主人公はですね、行かないでって叫ぶ妻と子供の声を耳を塞いで、その滅びの町を出る。下巻は奥さんも出るんですけどね、あのこれはもうイギリスの全刑務所に置いてある、そういう本であったわけですが、サミュエル・バンフォードっていうチャーティストはですね、には逆の効果を持った。これを滅びの町、精神的にではなくて資本主義の略奪の町からですね、改革の町に至る物語として読み替えて、機関紙の一つノーザン・リベレーターにですね掲載しているわけですね。それからダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーについても非常に興味深い理解が見られます。ロビンソン・クルーソーっていうのはですね、奴隷の売買に手を染めたから、そういう罪から無人島に流されたんであって、分業や紙幣、所有権もない島に流されたのは、その罪をですね贖うためであったんだ、こういう理解ですよね。で、私 の, あの初期の研究の中にトマス・スペンスという求心主義者を取り上げたものがありますが、この求心主義者、ニューカッスル出身のトマス・スペンスというのは、やはりこのロビンソン・クルーソーからですね、未来社会をですね想像したわけですね。最小限の法律、完全な宗教的平等、土地の共有、無償教育を掲げる理想の共和国、クルーソニアを描いたわけです。そのパンフレット、サプリメント・ヒストリー・オブ・ロビンソン・クルーソーっていうのは、これはあの懐かしい文献の私にとっては一つであります。で、こういうロビンソン・クルーソーの世界に共感して、社会主義者になった者たちが意外に多いんですよね。これ意外です。で、日本のようにですね、これは独立生産者の中産者層のエイトスっていう、まあ一時期ですね、そういうもてはやされ方をしましたけどもですね、そんなもんじゃないですね。ちょっと余談ですけども、ロビンソン・クルーソーはできすぎですよ。私、あの日本思想史、あの儒学、国学、蘭学を一方で講義してるんですけども、それが脱線して、近世のですね、漂流情報鎖国っていう、まあ、そんな関心で漂流をずっと調べていたら、もうすごいです。本当のロビンソン・クルーソー、日本だなと思いました。だってロビンソン・クルーソーなんて、うまい具合に浅瀬に漂着してですよ、銃から火薬から、もうバターから肉から、何から何まで全部陸揚げに成功してるわけですよね。これはもともと事実に基づくものなんですけど、ちょっとできすぎですね。この日本の鳥島に漂流した漂流民の方がもう本当に厳しいですよね。ちょっとできすぎなところはあるんですけども、まあ、本当にこれは余談ですけども。じゃあ事実とフィクションの区別が一番難しいのはですね、これはあのディケンズですよね。ディケンズってのは本当にこう労働者民主の世界を生き生きと描きますので、もう詳しくはそこは適当に省きますが、あのこれはですね、なかなか労働者にとっては事実なのか本当なのか区別がつかないわけですよね。知識人、この時代の知識人というのは、まあ、風刺の効いたメロドラマ程度に読んでたと思うんですが、労働者は彼の小説を自らの体験として読み込んだ。
わけですね。ところが彼らもですね、こういうことがあるわけですね。その自分たちの体験とその文学、ディケンズ小説のちょっと違う、明らかにおかしいという時は手厳しい批判者になります。孤児院で育ったオリバー・ツイストですねのような甘っちょろい人間がこんなみすぼらしい厳しい街頭で生きていけるわけがないじゃないかという批判者になるわけですね。で、まあ、自伝研究、次大きな3ですけども、まあ、いろいろあの経験、学校体験もですね、この自伝研究っていうのはあのいろいろ明らかにです。大体自伝書く人ってのは絶対教育に触れますね、当然なんですけども。でこの19世紀の特に初等公教育については厳しい身体の規律化、体罰、機械的な丸暗記として、まあ、大体教育史研究はこれまでおおむねですよ、否定的に描いてきたわけですが、自伝研究を見てみると必ずしもあのそうではない、結構ですね満足しているわけです。で経験とか体験というのはですね本当に違うんですよね。同じ時代の同じ学校の同じ教師の同じクラスのもとにいても学校時代は本当に良かったという人と本当に嫌なところだったっていう人は今でもいるわけで、これはあの歴史研究の難しいところだろうと思います。で、で面白いなと思うのは延々と続く丸暗記ですよね。機械的な丸暗記も実は役に立ってんだよなんてことを書いている自伝もあるわけです。全く意味のないとは思っていないわけですよね。生きていく上で大事なことだったということを言っています。次のページナンバー5に行きます。で、ちょっと、まあ、感動的な話もですねありますね。スラム街に住むダン・スミス、1915年生まれ、この人の自伝の中にはあの学校っていうのはですね家庭がから与えられないものを提供しているという、で、恐ろしく惨めな生活状態にあった子どもたちにとってはですね、学校っていうのは明かりがあるし場合によっては暖房も効いててオアシスであったというあの経験を述べる者たちもいます。失業中の塗装工の娘であったロティ・バーカーですかね、にとって学校はこう言ってる。私にとって学校生活の規則や細々とした作業も楽しいものでした。むしろ週末と休日が嫌いでした。週末と休日はうんざりするような家事仕事の繰り返しであったし、幼い子どもたちの面倒を見なければなりませんでした。これは日本の一世代前の私の母親もこういうことを何度も言ってました。兄弟が多くてですね、長女だったんで常に次から次へとですね子守りをさせられる。もんだったら学校行ってるのがよっぽど楽だっていうことですね。で次ですよ。先生は大変に厳しい人でしたが公平な心の持ち主でした。大半の子どもたちはひもじい思いをしていましたが、とりわけ私は年の割に豆のつるを支える支柱のように高く痩せこけていましたので、他の子どもたちよりも一層ひもじい思いをしているように見られていました。先生は罰を与えると称して私を職員室に呼びつけ、私を傍らに座らせると机の上にあった自分のサンドイッチを食べるように命じました。ってこういうまあ感動的な話ですよね。あるいは体罰についても自伝研究というのは面白いことを明らかにしていて、実はあの非常に体罰きつかったっていうのは世紀末からあの20世紀の30年代にかけてですね、イギリス全土100校以上の小学校で小学生が体罰に反対するあのストライキをまあ起こしています。これについてはもうすでに研究があるし翻訳もあるわけですが、正当な理由があればですね、労働者階級の親も子どもも体罰を容認しているんですね。でどういう体罰に反対したのか。でウィリアム・カンブルという人の自伝を 見ますとこういうことを言っているわけですよね。あの体罰を、まあ、母親はですね辞めさせる共産党女性委員会のメンバーであった。
彼の母親はですね、息子にこう体罰に反対する生徒のデモンストレーションを学校で組織させるわけですね。で校長の前でちょっとそのレジュメ間違っていて、無知は帝国主義の道具だと金切り声を上げさせたが、しかしですね、この母親は台所にの壁に無知をかけていたわけですね。明らかな悪さをした子どもたちにとって怖かったのは教師の体罰を上回るですね、親の体罰であった。結構暴力的な時代なんですよ。例えば学校で、労働者会議の場合ですけども、いじめられて泣いて帰ってくるような場合は、特に炭鉱町ではそうですが、そういう、まあ、子どもはですね、周りの若者がですね、ボクシングを教える、そして、殴り返してこいって言うんですね。そうして送り出すという、まあ、結構暴力的なんですよ。だからその過度な些細なことで過度な体罰を課す教師は、まあ、当時の観念で言えば男らしくないと、こういうことになるわけですね。でこれも懐かしい私の本の一冊ですが、フローラ・トムスンの自伝の中で、学校の先生なんですね、女性教師ですが、ラーク・ライズ・トゥ・キャンドルフォードという今でも読み継がれる本なんですが、若くして女性教師で農村に赴任した時に、とんでもない間違いを犯したわけですね。その原因はですね、第一声がですね、これから私は皆さんとお友達になりたいですですね。この瞬間に教室はもう収拾がつかなくなって、恐ろしい教区牧師が出てきて教室は静まる、こういう話があるわけです。で、体罰というのはストリクト・バッジャストでなければならない。これ厳しいのは当然です。ただし絶対的に公平でなければいけない。明らかな悪さっていうのについては容赦しない、こういう、まあ、世界も伝わっている。で最後に労働者教育協会について触れたいと思います。これは労働者階級に高等教育、大学教育ですね、そういうものを、まあ、開放したものであるわけです。ちょっと水を飲みます。まあ、WEA と略しますけども、これはオックスフォード・ケンブリッジの大学人、大学教授と労働組合、協同組合、そういう労働者との連携によって、まあ、設立された高等教育機関、大学拡張開放講義というふうに言っていいわけです。これは普遍的な知の在り方、教養を、まあ、目指すわけですね。で、まあ、この経験について、研究は WEA については相当数あるんですが、参加した労働者の体験を通じて語られることは、まあ、稀であったわけです。まあ、そこの太字に書いてあることが要点であるわけですが、その、まあ、人間の普遍的な文化、教養あるいは真善美を求める精神、人格の完成を目指す、そういう精神は、まあ、ルネサンス以来の教養主義であって、ジェントルマン的なものなんですが、そういうものとは全く異なる環境で育った労働者が、彼らの体験と心情から、この時代の普遍性で一番大事なのは階級と身分ですね、その差異を超える文化を追求したということが重要であったわけです。で、第1級の知識人、大学人、大学教授がですね、手弁当で参加しているというのが重要です。マシュー・アーノルド、リンゼ、ジョウェット、トーニー、そして戦後は E.P. トムスン、こういう人たち、これは大学の総長、学寮長、教授、こういう者たちですね、こういう者たちが手弁当で積極的に本当に自転車に乗ってですね、労働者の町に出かけ講義を行ったわけですよ。で、こういう伝統はですね、とても大事でして、日本の現在の大学考えるよりも大事だと、歴史的な違いだと思うんですが、この正規の大学の制度の外にですね、正規の大学制度を相対化してしまうような巨大な体験ですね、そういう経験をイギリスは持っているわけです。それを今日に引き継いでいるのはイギリスの最大の大学、オープンユニバーシティなんですね。これは最盛期だと思うんですが、学生数70万人ですから、イギリス最大の大学です。どんなことでも勉強できる、こういうものが存在するということはとても大事なことです。
で WEA の果たした役割っていうのはもう端的に言いますとですね、非常に大きいわけです。たくさんの学生を育て、協同組合や公務員に送り出し、国会議員を出したわけです。で1945年にアトリー労働党政権が成立します。このアトリー労働党政権というのはあらゆる産業を国有化して、この時ですね、資本主義国の中で、社会主義に一番近かったのはイギリスだと思うんですね。そしてそれを徹底的に民営化するのが新自由主義のチャンピオンであるサッチャーですね。そういう、まあ、流れ構造にあるわけです。だから昔の話ですよ。で、あのオックソードのある先生がその総理支社に行ったことにはですね、45年ですが、選挙ですが、総選挙での勝利は WEA に追っているということを述べているわけです。だから首相増装をはじめ閣僚ですね、これは WEA のチューターか執行機関のメンバーであるしですね、労働党の議員もですね、その WEA の支援者や教師、学生であったわけです。で、この WEA についてはですね、批判もあるわけですね、強烈な批判もあるわけです。で、当時の雰囲気をよく伝えているなと思うのは、オックスフォード大学でやっぱりこの WEA ってチュートリアル、3年間コースで、ゼミみたいなものを開くわけですね。オックスフォードの教員がそれを担当するわけですが、そういうところに労働者が行くとですね、まあこれは普通気後れしますよ、オックスフォード大学というのは。私気後れしましたね。もうすごい立派なんですよ。とんでもないとこ来たなって感じですが、そういうところに入っていた労働者の当時のですね、雰囲気よく伝えてるなと思うんですよね。次の文章ですね、我々はひるむより置かれた状況を楽しんだという文章ですね。で、このオックスフォードで社会主義者の集会を企画した、そのことがオックスフォードの中に挑戦と受け止めるものと歓迎するものとの衝突を引き起こすことになる、そういうことを十分承知の上でやったわけですね。で、まあ当時の言葉ですが、我々は資本家階級について最もどぎつい言葉を浴びせた。その中には当然オックスフォード大学のフェロー、学寮長、学生も含まれているわけですが、そのロンドンなまりで話す仲間の一人がある集会で腕を大きく振り上げて、集まっていた学生をブルジョアジー呼ばわりしたわけですね。ところがロンドンなまりですから、どう発音したかというと、私ちょっと発音できないんですけど、ブルジョアジーとかなんか言ったんですよ。で、彼がブルジョアジーとか言うたびに、その角棒とガンを身につけたそのオックスフォードの正規の学生がですね、犬が吠えるようにボージョジーとか言って応酬したって言ってる。で、しまいには怖い殴り合いになってですね、カレッジの窓に石が投げつけられた。当時はそんなことが頻繁に繰り返されたというふうに言ってるわけですね。だからなかなか大変なんですよ。で、これを手弁当でやっていこうっていう大学人も相当ですね、肝が座っているわけ。やはり労働者階級と資本家、地主階級との階級的差がものすごく激しい時代です。で、そういうものを超えようっていうのは労働者階級もそうだし、大学人もですね、そういう者たちがいたんだということですね。ところがこういう大学に労働者が通うっていうことはですね、労働運動、革命運動の最前線にいる戦闘的な活動家から見るとですね、そんなもんマルクシーから労働者を遠ざけるし、学生を中立化するし、変なウイルスに感染することだけだ、革命の防波堤だ、もう常に批判はされるわけですね。労働運動の中の賢明な者たちを消耗させるんだっていうね、大学文化のウイルスに感染させ非政治的かつ不確かな教義を説いているではないか、労働者を愚弄する何者でもないというふうに労働者の戦闘的部分からもですね、当然、攻撃されるわけです。で、どんな雰囲気だったのかですね、見ていきますと、著名な歴史家 R.H. トーニーという人がいます。これは WEA の会長を1928年から44年まで務めた人で、チュートリアルクラス3年間コースを担当したんですね。多分経済史か経済か何か教えてるんだろうと思いますが、当然そこにですね、マルクシーの影響を受けた左翼学生、この時代ですからね、たくさんまあ参加するわけじゃないですか。
そして労働者を階級闘争が遠ざけるというふうに、まあ批判をするわけですよね。でこういうあの自伝の文章がある。顔面なマルク主義者がチューター、トーニーですかの言うことにことごとく異論を挟んだが、チューターは一つ一つ丁寧に論破していった。しかしそれでもその学生はひるまなかった。彼が論争を引き上げるに際して、私があんたに銃口の狙いをつけても、あんたがまるで小鳥のように枝から枝へ飛び回るんじゃ仕方ないよと言った時、みんなが笑い出して、その場の緊張はいっぺんに和らいだ。その後トーニーと学生はお茶を飲み、和やかにさまざまな花を使用したという。でトーニーの古典的な名著、これは翻訳はありませんが、16世紀の農業問題という著作があります。この序文の中にですね、はっきりと述べているように、この書物はその16世紀の農業問題、名著ですが、は学生たちとの討論においてところは非常に大きいということを言っております。まあ、ちなみに私が研究らしきことを始めた E.P. トムスンの大著、イングランド労働者階級の形成もですね、元はといえばですね、本当にこのトムスンという人、この作品はグローバルな影響を与えた人です。まあ、マルク主義からですね、社会史あるいは最近の文化理論というね、そういう方向へと、まあ、その扉を開いた人と言っていいと思うんですが、これもですね、もともとは野学の講義であったわけですよね。で学生たちが何を期待したのか、学んだのか、共有される文化とは何なのかということですね。でこういうあの左翼戦闘的な労働者から批判をされている、労働者を麻痺させるものだ、こういうものに対してですね、医療関係の労働者であったラビーナって読むんでしょうかね、イギリスの人名っていうのはいろんなところ国から来ているので、時々イギリス人じゃない名前もあるので、ソルトンストールは次のように反論しています。これは女性ですね。ギリシャの芸術は労働者が自らの世界を語る妨げとはならない、むしろこれまで引きずってきた人生の障害がどこにあったかを理解するのに役立つ。美しいものが労働者を損なうことはない。社会主義者として、選挙権拡張論者として、女性参政権論者として、私は WEA の教育方針が苦痛に満ちた労働者の歴史を忘れさせ、私たちの身の回りのさまざまな困難に対する感覚を麻痺させるというカーニーの言い分に怒りを感じた。彼女の見解を鵜呑みにする者たちが、労働者の男や女たちが一つの問題を完全に理解しようとして、問題のあらゆる側面を見ようとするがゆえに、かえって脇道にそれ、中立化されやすいというのであれば、彼らは労働者階級の知性を愚弄しているのだ。ものすごいきちんとした反論でありますね。あるいはですね、これも女性ですが、トマス・ハーディの作品、これ映画にもなっているテスという作品があるのはご存知でしょうか。正式にはダーバビル家のテスです。これは当時ものすごく批判された小説なんですね。これについてイーディス・ホールという人は次のように述べているわけですね。大体まあちょっと要約していきますとですね、世の中の出版物っていうのは家内奉公人、使用人、下男、下女、頭脳を持たない下賤な民としてまあ描いてきたということですね。働く者の大半はそのように考えられていたわけです。ところがトマス・ハーディのテストの中に登場する新聞も同じようだったんですが、興味深い性格、思想、人格を持った貧しい労働者階級の娘テスの物語を語ったのは他でもないこの小説であった。私がこれまで読んだ小説の中で、生まれの卑しい女性主人公や労働者を頭脳を持たない人形として描かなかった最初の本であったということですね。文学いうのは政治の表層を貫き、人間の尊厳、生きる力に光を届けるものだ。これは私の言葉ですが、でこういうものも人もいます。安全ランプ、まあ炭鉱に入るとですね、ランプがないとやっていけないわけですが、そのほのかな明かりを頼りにして、暗い坑道の中で石炭のすすで判読できなくなるまでシェイクスピア全集を読み込んだ人がいます。この人がですね、全英炭鉱労働組合書記長フランク・ホッジスという労働者もいるわけですね。
ただ WEA もだん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 とですね、最初経済学経済史なんか多いんですが、だんだん文学にまあ変わっていくということもあるわけですね。でじゃあ学ぶことはですね、そのプラスかっていうとそれだけじゃなくて、非常に面倒な難しいのはですね、学ぶことによって家族や仲間たちとの亀裂を深めることもですねあるわけです。パンコフにして社会主義者であったジョン・エドワーズの体験がそうですね。資本主義というのは労働者を経済的に貧しくしているだけではなくて、知的にも貧しくしていると考えたエドワーズはですね、オックスフォードのカレッジにチュートリアルクラスにですね行こう、 WEA の教室に行こうとするわけですね。ところが生活を支えて、くれなくなる、そういうことを恐れた家族の女たちが彼の机や洋服、自転車を隠して阻止しようとしたわけですね。ところがこの人はこのオックスフォードをですね、みんなこの WEA の参加者っていうのは大抵口汚く罵ることも多いんですが、内心はですね、なんて落ち着いた環境なんだろう、もうゆっくり読書できるなんて最高と思ってるんですね。まあその辺の微妙な問題もあります。それから奥さんとの関係、非常に悪くなった関係がありますね。次見ると夫を家庭から遠ざけ、 WEA はですね、夫は自分だけ楽しんでいるといった具合だった。こうして妻には家庭という差し迫った関心事があり、夫には知識の新しい世界があるという利害関心の異なる2つの空気が家庭の中に流れていった。時が経つにつれ2人はますます疎遠になっていった。でこの話題を仲間に話をしたらですね、仲間の大半もですね同じような経験を味わっていた。もっと深刻な者たちもいた、離婚する者たちも結構いたということが書いているわけです。だからいかにこの時代ですね、家庭の生活と全く関係なく密かに知識を習得することと妻と共に文化の船を漕ぎ出すこととの間にはとてつもなく大きい違いがあったんだってことを言っている。あるいはその次はですね、兄弟仲がですね悪くなったということを言っている文章ですね。で最後にですね、これは他のイギリス文化史入門だったかな、何だったか忘れちゃったに書いた、高田さん何やったっけ、イギリス文化文化史入門だね。その中で、ま、文化史だよね。でアイルランド、ウェールズ、スコットランドの教育を述べたそういう文章だったと思うんですが、私こういう労働者が学ぶことの意味を考えていろいろ見てきて、これ以上のものないんじゃないかっていう文章を最後に紹介しております。何て言ってるかというと、私は教育が人の感受性をより豊かにし物事をより鋭敏に知覚させる力を持っていることを知った。人々の心を和ませ喜ばせるとともに人々を大いに傷つけ絶望の淵に追いやるこの世界にあって、感受性豊かなものは幸福の大きさと不幸の両方に触れることになる。私は多くのことが幻想であることを知ったが後悔はしない。なぜなら教育は私に物事をありのままに見る方が良いことを教えたからであるっていうね、こういう文章っていうのはなかなか出てこないんじゃないか。でこれはね、次はもう脱足かもしれませんけども、マルクス主義っていうのはなぜイギリス労働者会議の中に浸透しなかったのか、これはねやっぱり 2,3 世代前にオートダイダクトカルチャー、独学者の文化っていうのを、まあ、経験してきたっていうことが大きいというふうに私は思うわけですね。で後からやってきた社会主義者というかソビエト型のですね社会主義っていうのは、まあ、簡単に言えばあまりにも粗雑無神経だったと、要するに心に響かなかったということではないのか。で彼らのその気持ちを吸収していったのは労働党であるわけです。今の労働党というのはちょっと難しいですけどね、今はもうただの国民政党かなとも思いますしね。ただ2003年に WEA 創設100周年記念誌という記念誌が出たんですよ、本が。その時の序文を書いたのはですね、当時の首相なんですよ。こういうことって他の国では起こらないですよ。労働党の首相であったトニー・ブレアだったですね。
これは特筆すべきことではないか。でマルクス主義はどうでもいいんですけども、これは私自身の、問題でもあるわけです。自分自身の、思想的な変化、政治的なスタンスの変化とですね、非常に大きく、重なっているわけです。かつて私はですね、鉄の規律を持つ政治組織の一員でありました。で、対立党派からスターリン官僚、スタカンという言葉で呼ばれていた、こういう私がですよ、非常に単純な私がイギリス史を勉強していく中で自分を変えていったということだと思うんです。だからイギリス史は私にとってあれこれの、知識ではなくて、今日の話とも深く関わると思うんですが、やっぱり生き方の問題であったんではないかというふうに、思っているわけです。私もですね、自由になったというふうに思います。終わりに、まとめておきますが、学ぶことは常に時代特有の歴史的特徴、可能性、力、限界を持っているということです。だから昔はどうのこうのじゃなくて、それぞれに歴史的特徴があるわけで、現代は現代の状況をですね、正確に分析すべきであるというふうに思います。諸概念についてもですね、きちっとやっぱり歴史を踏まえて議論しないといけないんではないかというふうに思います。自伝研究の可能性についてはですね、英語ドキュメントと言っていいと思うんですが、個々人によって非常に違うんですが、大量のデータを比較検討することによって、時代特有の概念、思考の枠組みですね、共通の言説構造、最近の翻訳、リンハントの翻訳でよれば、言説の編成の仕方なんて言葉もありますけども、何でもいいと思うんですよね。そういうことが分かるし、今回取り上げたのは学びの歴史性ですが、性、ジェンダー、ナショナリズム、マイノリティ、移民、帝国、戦争、仕事、教師、その他、もう2400点もあれば、いろいろな可能性はあるのではないかというふうに思います。だけど同時に我々考えなきゃいけないのはですね、そんなみんな記録を残すわけないわけですよね。そういう広大な裾野を、考えなければいけないと思っています。で、日本との関係ではですね、こういう、話はですね、関係するとすれば戦後の一時期が大変興味深い、特に九州が興味深い、国民的歴史学運動、労働者教育、文学、演劇、映画などのサークル運動ですね、九州の記録文学、上野英信、森崎和恵、石牟礼道子、こういう人に私がこだわるのはですね、今述べてきたようにイギリス労働者階級の学びの経験とですね、通底しているわけですね。だから私は無縁なものだというふうに思っているわけではないわけです。で、どうしてもですね、最後に考えなきゃいけないのは、もう何をですね、どう学ぶか、何のための学問って、こう大きな、自分は何で生きているのかですね、人生どんな意味があるのか、世界はどうなるのか、国家とは何なのかなんて問いですね、大きな問いっていうのはあんまりこう問う雰囲気がないわけですね。今教育の現場っていうのはもうとにかく何ができるようになるか徹底的に具体的にですね、やらなきゃ、アクティブラーニングというけどもですね、多分そういうことなんだと思うんですよ。で、マニュアル化がどんどん進んで、もう徹底的に具体的に考えなきゃならないってことは確かなんですけども、もうどんなに具体的にやっても結局大きな問いは出てくるんですね。何のための学問なのかっていうですね、この辺にですね、人文学の果たす役割が大きい。哲学と文学を中心に形成される。歴史はいらんって言ってるんじゃないですよ。歴史も大事ですけども、やっぱり大事なのは哲学と文学なんですよ。その人文学を中心に大きな役割を果たすのだというふうに思います。問い続けることになるだろうということです。それが生きることなんだということだと私は思っております。以上が話なんですが、
少しあと10分でちょうど90分になりますので、最後にはまあ一言お礼をですね申し述べさせていただきます。本当に本日はですね、本当にこんなに大勢集まっていただいて本当に感謝申し上げます。やっぱり30年間この大学で日々教えてきた、やっぱり背後にはですね卒業生の皆さん、友人知人の皆さんですね、そういうか家族の支えですね、亡くなった妻の支えが大きかった。思いますが、いや本当に感謝します。これ歴史学科の同僚のですね先生には本当にお世話になって恵まれました。そのこともですね合わせて感謝申し上げます。これから私は30年間現場からでしたけども、一つ心に決めていたことがあって、私が責任を果たせるのは、歴史学科の教師ということでしたので、歴史学科の発展にとって必要なことは何でもやるという、もう一言でそういうことですよ。みんなとやる、もうそのことです。そのこと以外にですね、なかったと思います。今から思えばですね、私も本当にいい加減で曖昧で判断のミスや間違いやらですね、いろいろ揺れたりですね、迷惑かけたんではないかというふうに思いますが、とにかくここまでやってこれたっていうのはですね、本当に良かったというふうに思います。今後どうするか、あんまり考えてないんですが、とりあえず庭の敷地の中の雑草を全部抜かなきゃいけない松の剪定もやらないといけないしですね、いろいろやることあるわけですよ。で、私はこの間非常に困難な時期に特筆すべき2つのことがあってですね、一つは実は魚釣りだったんですね。本当に救われたというふうに思っております。その関係各位にも感謝したいし、今後は長い間ワンゲルの部長をやっていて、これで退任するんですが、 OB がとてもいい人たちで、この人たちと本当にこれから山に登るぞという、こういうことですね。そういうことも楽しみにしております。それと大学はここで一段落しますけども、勉強は続けたいというふうに思います。ただなかなか歴史学というですね、そういう領域でこう細かい仕事をするのはだんだんと苦痛になってきているというか、教育にしろ研究にしろ仕事のために本を読むというのは超もうちょっときつくなってきていて、本当にもうちょっと読書を楽しむといいますかね、もう古典的教育主義で、もういい御の字だというふうに思います。ちょっと大学はですね非常に話が細かくて息がしづらいところもあって、歴史学という学問自体もちょっと頭騒がしいんですよね。いろんなことに関心を持つ、そのきっかけは日本の近世の思想史なんですけども、少し自由にですね、いろいろ本を読み続け、皆さんと交流したいと思っております。ということで来年からはですね大学院だけ一コマ持ちます。私の守備範囲でですね何かお役に立てればですね出かけますけども、一応一コマだけ大学院で継続することになっております。本当に長い間ありがとうございました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。
ここだとですね、人文学部長であり、また西予市の同僚のですね、星野春人先生からお言葉をちょっといただきたいなと思っています。これだけ多くの方々においでいただき、本当にありがとうございました。遠くは東京や沖縄や、まあ、もっと遠いところからかもしれませんけれども、まあ、いろんなつながりでお見えになったことを本当に心から感謝したいと思います。まあ、実は今日 この最終講義、まあ、正直言ってドキドキいたしておりました。まあ、森さんが大きくうなずいておりますけど、まずどれだけ、まあ、連休の真ん中にありますので、どれだけ来ていただけるんだろうかということが非常に不安だったんですけれども、それはまあここに来られている方々の数を見るだけでも、それは杞憂だったということがもう、ほっとしております。それだけ松塚先生の、まあ、単に学問的だけではなくて、まあ、人間的なものすごい魅力のある方だということがある種証明されているということでしょうし、まあ、同僚やまあ、一緒に仕事をやった方や、ないしは知人や、まあ、当然まあ、松塚先生から、まあ、教えを請うた方々、うん、まあ、一緒になって、これだけの多くの方になった、まあ、数になったのかなというふうに思って、そういった意味では本当にほっと、まあ、森さんと一緒にほっとしております。まあ、2番目の、まあ、あれなんですけど、ちょっと危惧だったのは、実は僕は事前に今日お話をされることをちょっと伺ってなかったもので、そういった意味でちょっとヒヤヒヤしました。というのは最近は先ほど最後の方におっしゃったように、まあ、イギリス近代史っていうのをもっと展開されて、というかまあ、ポストモダン的に言うと垣根を乗り越えて、まあ、いろいろ垣根を乗り越えすぎて、これって西洋史なんだろうかっていう、先ほど言われたように日本近世思想史だとかいうところに行っておられたので、もしかしたらなんかそんな話をされたらどうしようっていうふうに心の中では本当言うと思っておりまして、まあ、ただちょっとある種原点に戻って、まあ、先生の、まあ、イギリス、まあ得意分野というか中心的にやってらっしゃった、まあ、ライフワークと言っていいと思いますけれども、まあ、イギリス近代 の、まあ、教育をから見た、まあ、歴史像だとか、まあ、ないしはその中で、まあ、歴史を学ぶということの、まあ、意味だとかいうことを、まあ、語られて、本当に先生らしい、まあ、最終講義だったなというふうに思っています。で今日ですね、最終講義で、まあ、先ほどどうなるかわからないと言ったんですけど、まあ、機会があって、これは僕はやっぱ名著だと思うんですけど、2001年に先生の代表作である歴史の中の教師というのが出ました。まあ、お手元に、ないしはお宅に持ってらっしゃる方も多分多いと思うんですけれども、まあ、これが、まあ、ある種松塚俊三の、まあ、ある種、まあ一つのこう、まあ、到達点いうことかなというふうに思います。で、まあ、僕が、まあ、ちょっとパラパラめくった、まあ、内容は今日言われたことも一部リテラシーの問題とかうんぬんが入っていたんですけれども、ただ僕がちょっとこれを見て松塚先生らしいなと思ったら、この表紙ですかね、表紙がすごくまあ、松塚先生らしいという感じがしました。でこれはまあ、デイムスクールっていう、まあ、いわゆる普通のって言ったらあれですけど、まあ、官製 の 国や市町村が、まあ、行政側が推し進めるような教育ではなくて、まあ、それこそ今日、まあ、独学の文化っていうふうにおっしゃいましたけれども、やはりまあ、デイム、まあ、おばさん学校、まあ、デイムが中心になって、まあ、読み書きを教える、まあ、なしでしつける云々かんぬんっていう、そういった場が、まあ、イギリスにはあって、それがまあ、労働者階級の一つの、まあ、独自の文化を形成していったっていう、そういったまあ、ことになるかと、まあ、思うわけですけれども、まあ、それでまあ、いろいろ、まあ、その民衆独自の文化の中にどう、まあ、公的なものが入ってくるのかいうことが、まあ、非常に分かりやすく、かつ非常にこう説得的に、まあ、述べられていると思います。今日 のおそらく一つのベースになった考えだと思います。でこ の冊子表紙を見ると、まあ、本当に温かい色っ
ていうんですかね、で書かれていて、本当松塚先生そのものっていう感じの色ですかね。で温かい光がこう入り込んでいて、いるんですけれども、ここまではなんとなくほんわかしたムードがあれなんですけど、でも左側にデイムがいて、あ、左ですかね、左側にデイムがいて、右側には子どもたちがいる。でもこのシーンはほんわかしたムードではなくて、デイムが叱りつけていて、子どもたちは泣いたり、なんかこうしょぼんとしたしょげた格好をしているわけですね。これも非常に松塚先生らしい、松塚先生は非常に優しい先生であるかのように見えますけれども、そういった面だけではなくて、それだけやはり今日もちらっと出てきましたけれども、やはり無知は持ってらっしゃいませんでしたけれども、かなりこう厳しく育てられたところもあるということですね。ただ松塚先生はそんなに鉄の男ではなくて、むしろガラスの心臓でございます。自分で言うとは何かというか分かりませんけど、そういった先生にとってやはりちょっと今日のお話の中でもちょっとこうちょっと涙声になられた事件ですかね、数年前の事件はやはり非常に大きくて。そのたんびに何回も繰り返し繰り返し、噛みしめるように私たちにも伝えていただいたわけですけれども、で時は正直言っていつ辞められてもしょうがないのかなっていうふうに正直思っておりました。それだけ大きな事件で非常に混乱状態、錯乱状態と言ってもいいかもしれません。そういった状態だったわけですね。で先ほども言いましたように、ほっとしてるっていうのはそれから十数年間、非常にこう辛かったと思うんですね。やはり その時期っていうのは自分を支えてくれる、最愛の人をこう亡くしてしまったっていうのですね。ちょっと中にあれになってますけど、本当にそういった意味ではやっと、ここまでほっとしてるっていう感じですかね。乗り切ったっていう、ここまでやってきたっていう、そういったのが非常にやったなっていう感じでございます。そういったから意味からも本当に辛い時期、最後の時期は辛かったと思いますけれども、今日配られている写真を見ると、赴任された当時の写真ですかね、1987年写真が載って、どれが松塚先生かわからないような写真で、もしかしたらこれは事実かフィクションかっていうちょっと今では考えられないこうなんていうか時代を感じさせるネクタイとか髪型素晴らしい当時を彷彿とさせるものだったかというふうに思って、そうやって全てが始まったっていうことで、それが今一旦は区切りを迎えようとしているわけですかね。ただ先ほどもおっしゃるようにもう垣根とかどうでもいいじゃないかっていうのが、これは歴史学科ないし特に西洋史の3人の中では割とこう強くて学ぶということ石を持てば、それはないしはそれを掴もうとすればそれはきっと何かを生み出すという立場ですので、そういった意味では教職って職としての教授職はこれで退職なさいますけれども、今後もいろんな形で、更新ないしは今からでも当然学んでみたいっていう方は本当にウェルカムでございますので、松塚先生、ないしは西洋史 のいわゆる仲間と一緒になって、独学のそれこそ文化っていうのを作っていけれたらなというふうに思います。本当に29年ないしは30年間お疲れ様でございました。一つの区切りでございます。それでいいのかなでは最後にじゃあもう一度温かい拍手で感謝の意を表したいと思います。どうもありがとうございました。
星野先生ありがとうございました。あの学部生の方からあの花束を用意しておりますので、あの贈呈したいと思います。よろしくお願いします。